が、皆さんに一つ質問があります。僕を見て何のスポーツをやっているように見えますか？サッカー部だと思う方、あ、いらっしゃらないですか？次、野球部だと思う方、ほとんどの方が正解ですね。まあ、皆さんはおそらく僕のここより上だけを見て野球部だと判断されたと思います。そんな風に坊主は野球、そんなイメージがつくほど日本では主流な野球ですが、考えてみたら少しおかしなところがあると思いませんか？例えばグラウンドの形、サッカーやバスケ、バレーボールとほとんどのスポーツが長方形の形をしているに対して、野球だけこんな扇形みたいな少し変わった形をしています。これって野球以外にはこんな形をしているスポーツはないと思います。そして次に、プレーをしている選手の服装、真夏にもかかわらず長袖に長ズボン、ベルトまでします。これは野球界もそろそろクールビズが必要なんじゃないでしょうか。さて、そんな風に野球って考えてみたら少し変わっているところがたくさんあると思います。そしてそこで僕が研究していた送りバントというものについてお話しさせていただこうと思います。そもそも送りバントとは何かご存知じゃない方もいらっしゃると思うので説明をさせていただきます。野球の普通のバッティングっていうのはこのようにして強く振って遠くに打球を飛ばすことが目的なんですけども、送りバントっていうのはこの写真のようにバットを横に寝かしてあまり動かさずにボールをコツンと当てて緩く転がすということが目的になります。送りバントをすると何がいいかというと、自分がアウトになる代わりにランナーを一つ進めることができる、そういう作戦になります。例えばノーアウトランナー1塁間で送りバントをするとワンアウトランナーに、そういう作戦になるんです。ただ送りバントっていうのは正直やっていても打球が飛ばないので面白くないですし、何より見かけに比べてすごく難しい。なので正直野球の中ではやってる選手としてはあまりやりたくない作戦になります。でもその作戦がなんでいっぱい使われているかというと、確実に1点を取りに行くための作戦とか、チャンスを作ることができるというか、といったこう得点に結びつくんじゃないかっていうイメージをお持ちだと思います。実際に2005年から2007年と2019年から2017年で少し減少してきているもの、こちらも半数以上がノーアウト1塁に置いた送りバントという選択をしています。それだけ野球の中ではメジャーな作戦になっていて、ある種セオリーといってもいいような作戦になっています。選手としてはやりたくないのにこれだけ使われているということは、きっと得点率がすごく上がるんじゃないか、送りバントをしたらすごく得点率が上がるからこれだけ使われているんじゃないか、そう思って僕も今まで野球やっていました。ということで、ノーアウトランナー1塁とワンアウトランナー2塁という送りバントの前後の得点率を比べてみて、きっと分かっているだろうと思って研究をしていました。その結果はこちらです。なんと送りバントをすると得点率が下がってしまうんです。これだけやりたくもないのに得点率も上がらない、だったら送りバントなんてやめてしまいませんか？そして僕がこの研究からお伝えしたいことは、常識を疑ってみようということです。これまで野球界ではノーアウトランナー1塁は送りバントというのはもう常識に近いようなものでした。でもどうやらそれは本当に正しいのかというのは、先ほどの結果を見ていただくのも分かるように、どうやら本当に正しいとは言えないんじゃないかということが分かったと思います。そして前半では野球部は坊主、それが常識と言いましたが、最近では少し変わってきています。もしかしたら僕もいつか坊主ではなくて長い髪のまま野球ができる日が来るのかもしれません。こんな風に今回は野球についてお話ししましたが、常識を疑ってみるということは野球以外のことにも大切だと思います。そして僕はここまでバントは面白くないとかやめてしまいたいとか、そんなことを言っていて、バントがこいつは下手くそなんじゃないかなとか好きじゃないんじゃないかなとか思ったかもしれませんが、僕は実はバントはすごく得意です。皆さん、決めつけはよくありません。常識を疑ってみましょう。どうもご清聴ありがとうございました。